定刻をやや過ぎました。2分ほど経過いたしました。今レフリーたちみんなもう緊張の中、今が時遅しと待ち構えております。さあ選手、心の準備はできましたか？日本一なる準備はできましたか？できとんねー。よっしゃ。さあそれではただいまより決勝戦を行います。まず女子ジュニアレフトハンド、まずは敗者復活から上がってまいりました。選手宣誓頑張ってくれました。10代憧れの選手、頑張りますと力強く答えてくれました。田中優蘭。さあ田中選手、赤コーナーであります敗者復活から勝ち上がりました田中選手。さあこれに対します無敗、素晴らしい無敗で勝ち上がったライバルがおります。岡山県2連覇目指して頑張ります。この若さで2連覇恐るべし、落合みーくさあ落合みーく、この若さで2連覇目指して頑張ります。素晴らしいコメントであります。青コーナー、小柄な両者でございますが、うちに秘めるパワー、その辺の男子では勝てません。この力の、そしてレフリーは小野レフリーであります。主審小野レフリーであります。さあひらちゃん1本打っとこう、1本取り返そうぜひらちゃん。さあ予選無敗で落合美空選手先生のため、ウィナー落合美空チャンピオン、おめでとう。素晴らしい、いやすごい試合でしたね。さあ関 VS 畠山、危なげない試合で決勝までレフリー梶田であります。おっと追いついた、追いつきました。畠山が追いついて、ロケットスタート追いついて1勝1敗。さあ後がなくなったというよりも同じ土俵に追いついてきた畠山、さあこの心境はいかに。関一名、追いついていく方が強いのか、逃げる方が強いのか。トラップ、カジタレフリーと松本レフリーによって審議された結果ストラップであります。固唾を飲んで見守ります。頑張ってきました畠山選手、素晴らしい、おめでとう。関選手おめでとう。全問すげえな。
ウィナ強いぞこの男、最強の遺伝子 DNA 中松純一郎、ウィナーチャンピオンおめでとう。川崎選手よく頑張りました。第2位であります。西川選手 VS 大森選手。西川選手この細い体でベンチプレス100キロ近く上げます。ウィナー強いぞ大森香織チャンピオン。ウィナーウィナー強いな、強いのがついたい。 I love you 落合俊永チャンピオン。ウィナー竹子よう頑張りました。この注目の一戦スタート。絶対王者で君臨し続けたこの10年の星田淵大成、今日は敗者復活からの決勝であります。田淵吉田隼人エルボーワンファール、エルボーが出ました。ワンファールであります。田淵セットアップや、田淵セットアップでいけよ。田淵セットアップ固めろ。さあ田淵セットアップ固めろ。田淵ついていくことができるのか、吉田隼人に追いついていくことができるんでしょうか。田淵さあ、吉田このまますんなり勝って逃げ切ることができますか。集中しております。セットアップでがっちり固めろ。田淵田淵田淵集中。さあやり直しでやります。吉田選手のワンファール、ヘッドが出たということでワンファール。さあやり直し、追いついていくのか田淵大成、逃げ切るか吉田隼人。極限までの、ね、集中であります。この両者肩甲骨パワー、肩甲骨田淵サイド固めろよ。極限まで集中した中でこの両者睨み合っております。このセットアップだけで疲労が残るかと思います。ワンファールワンファール、お互いにエルボーが出たということでワンファールワンファール。さあ後がなくなった田淵、これ吉田さんいきそうやな。ツーファールダウン、すなわちそれは負けであります。肩甲骨燃やしていこう。田淵固めろ。
田淵大成一杯ずつ追いついてまいりました。さあここからがここ数年全日本のトップで君臨し続けるこの田淵大成の本領発揮となりますでしょうか。逃げ切るか吉田隼人、田淵大成が飲んでいくんでしょうか。田淵気合や気合、もう今気合やぞ、しっかり勝てよ。極限まで気合が入っているこの両者であります。全集中しておりますこの両者。気持ちや気持ち、一勝一敗。さあ泣いても笑ってもこの一本であります。さあ田淵からよ、加藤レフリーによって田淵さあ変えます。田淵うまい酒飲むぞ、気持ちあります。心境はね、どのようなものになっているんでしょう。追いついてきた田淵でも追い越すことはまだできておりません。逃げ止まりをしております吉田選手。どれほどの疲労蓄積があり次の試合に影響するんでしょうか。気持ちが切れた方が負けであります。お互い終わるまで集中して、腕がちぎれても優勝頂を目指してほしいものであります。この両者、これがマスターズ。こんな親父たちがいるでしょうか。こんな力強い男たちがいるんでしょうか。吉田 VS 田淵大成、兵庫対徳島。集中。よスタート。しっかり妥協せんと、しっかり持てよ。固めろ、そう固めたまま。田淵か吉田か、この方がいいと思う。気持ち。田淵さん集中、吉田集中。田淵集中、田淵固めろ。ここやぞ、集中。田淵スタート、集中。いこうぜ、よっしゃ、追いついて苦しんでやっと手に入れたこの頂き、絶対王者でありながら今回は敗者復活から立ち上がって、さあお互い身長も高いです。180センチ以上ある者同士。この緊張感は素晴らしい。限界、もうお互い限界の緊張感の中、
対します。コバ VS 金城。リスト、リスト、レフリーズグリップであります。本当にね、ここまで、さあ止まった。よっしゃ、ここは高志、よっしゃ、こっからこっから、さあ止まったぞ、止まったぞ、ここは高志、どうやらしていく。相手はあの沖縄の怪物金城明、こちらも兵庫の怪物ここは高志。さあ怪物退治、あと一勝で怪物を退治することができる金城明、そして怪物と呼ばれたこの男小林隆史、一勝一敗、掘り出せ、これ隆史か、拳見てよ、掘り出していけ、ゴー、落ち着け落ち着け、足が浮かないように集中して、どうでした金城選手、小林選手、この興奮、おめでとう、楽しみだった金城選手、真摯な態度、素晴らしい人間性が伺います。田村浩一レフリーは佐野レフリーであります。さあ細野がゴー、ストラップ、あ、危ない、危ない、ストラップであります。50歳以上、細野忠宏選手。浜さん、引いてよ。ガンガン。強いぞ、強いぞ。田村優勝、チャンピオン、おめでとう。田村浩一。合力、その通りであります。合腕、合力、田村浩一、チャンピオンおめでとう。40マスターズで倒したイメージ、イメージ通りいくんでしょうか。相手はあの伊吹ブラザーズの兄の伊吹隆夫であります。ゴー、さあ今のはどういうレフリーが判断するんでしょうか。ウィナー、伊吹隆夫チャンピオン、おめでとう。優勝、そしてチャンピオンになりました。さあ田中二郎選手、一升瓶のような太い腕をぶん回して、田中二郎、そして伊吹康明、
レフリーは松本であります。集中集中、安明にじり負けるなよ。絶対だけすんな安明することができるんでしょうか。永田北海道ストラップ、ストラップであります。いや素晴らしいですね、本当連覇か永田。ウィーナー強かった、6連覇永田康弘チャンピオン、おめでとう。いや素晴らしい、素晴らしいです。いや見てください、この勝った後負けた後のこの表情、これが大人がなせる顔なんです。これがマスターズなんです。皆さんこれが競技者ですよ、これが一生懸命鍛えてきてぶつけたやつの顔なんですよ。つい最近まで普通の一般で
戦っていたいと思います。モンスター宮崎、西岡哲夫、60代とは思えないこの体、後ろの。さあどうなんだ、レフリー打席や、おっと宮崎チャンピオンウィナー。その辺の何もしてない30代よりもはるかに若いです。レフリーは船木であります。いや頑張っていただきましょう。さあどうなんだ、どうだどうだどうだ、無敗の、おなんだ、石井が、石井エルボーダウン、ワンファール、佐山がエルボーダウン、ワンファールであります。いや本当ね、私も今司会しておりましてですね、この70代の両選手に対してものすごくね、呼び捨てで呼んでることがものすごく恥ずかしくて心苦しく思っております。本当に佐山さんと石井さんと言いたいところでございます。心苦しいですが呼び捨てで呼ばせていただきます。さあ佐山、後がないぞ。さあそのままで勢いでいくのか、石井、さあどうだ、止まった、止まっている、止まってるぞ。さあどうなんだ、石井が勝つのか佐山か。こんなおじいちゃんは素敵だ、素晴らしい。どうだ、ウィナー、ウィナー、石井宏明チャンピオン。いやいや本当に佐山さん、本当に佐山さんもね、2ファンとはいえね、よう頑張っていただきました。皆さん拍手お願いします。石井さんおめでとう。をつけるのか、それとも田中が一矢報いるのか、どうなんでしょうか。落合陸、岡山県、ゼロワンの T シャツに背中にゼロワンの文字、船木レフリー対します、田中由良。ワンファール、落合陸、ここへ来てアウン立ち込める、ワンファールであります。さあ勢いがついていくんでしょうか、田中由良、コツをつかんだんでしょうか。さあ止まったか、どうだ、追いついた、追いついた、1勝1敗になりました。落合美久 VS 田中由良、1敗同士。いつも通り、いつも通りと声が飛んでおります。落合美久、そして追いついてきた田中由良、選手宣誓をしていただいた彼女であります。さあ由良ちゃん、さあ由良ちゃん、もうポイントか、由良ちゃん、由良、由良の文字が輝いております。ユラー、ユラー、ユラー、そこや、絶対負けるぞ、ユラー。ワンファール、田中ユラ選手、ワンファール。さあ、落合美久がこのままやっぱり勝ってしまうのか、ユラ、田中ユラがやっと優勝するのか。ワンファール、ワンファール、ワンファール、ワンファールであります。さあ、ゆらちゃん、今の攻めやぞ、今の攻めよかったぞ、ワンファール、ワンファール、ゆらちゃん、今の攻めやぞ、よかったぞ、今の攻めがよかったな、ゆら。さあゆらちゃん、今の攻め方や、ゆら、ゆら、攻め方やぞ、今の攻め方やぞ、力が拮抗する勝負ですね。そう、ゼットアップ、ザックをすんな、ゆら。
ツーファー。まあ、危ないじゃな。今川原レフェリーによって説明が行われております。もう一回取り直し、ワンファール、ワンファールのまま取り直したいと思います。そう、ゆらちゃん妥協すんなよ。妥協したらあかんの、ゆら。ゆら、すべて妥協すんなよ。ゆら、攻めろよ、ゆら。今レフェリー協議しております。ラップなんのあれ。ワンファルワンファルです。トラップということでございます。ワンファルワンファルでストラップ。いやー、素晴らしい。ライトハンドの第一試合であります。これほどね、女子軽量級でもですね、軽量級じゃない、無差別ですけども、ジュニアのライトハンド力が似通っているというところでございます。こうね、マスクしてますから、お互い顔の奥の表情っていうのは分かりにくいんです。だけどきっとね、闘志に燃えてるんでしょうね。マスクで顔見えませんけどね、口元見たらきっと鬼の形相になってるんでしょうね。僕にはそんな風に映っております。気合と根性、負けない。さあ、女王はどっちだ。ジュニアの女王、女王目指してクイーン目指して頑張りやがれ。さあどうだ。そやー、ゆらちゃん、そう、サイド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 、そのままサイドで攻めきれ、攻めろ攻めろ攻めろ、ゆらちゃん攻めろ攻めろ、田中が攻めるところを落ち合いが止める、そういった展開であります。そう、そのまま下がって攻めろ攻めろ攻めろ、そう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 、止めている。そう、攻めろ攻めろ、いいよ、ほらええぞ、ほらええぞ、田中の攻撃を止めている感じです。そうそうそう、そのセーブ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 、そやさあ、振っていく、振っていきます。田中由良、渾身の力を込めて、拳に渾身の力を振っていく。もう一発いけ、おい、さあ由良、もう一発いこうぜ、相手向かって、そうや、そやそう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 、角度が高い位置での、エルボーだけには気をつけてもらいましょう。こんだけの名勝負ですからね、エルボーアップにならない。ゆら、そや、いけ、とにかく攻めろ攻めろ攻めろ、ゆら攻めろ、気持ち負けるな、ゆら攻めろ、攻め続けろ攻め続けろ、うまーい、やってる田中ゆら、ライトハンドは勝ちました、おめでとう。さあ、素晴らしい。これはもう気持ちと気持ちがね、本当にぶつかってね、真っ向勝負でございました。さあ、落合美空選手もよく頑張りました、おめでとう。田中選手チャンピオン。
いやー長い試合でしたけどね、本当にジュニア選手は本当に恵まれております、練習アブレスリングを練習する道場とかトレーニング施設たくさんございます。強い選手がどんどん生まれてきております。さあどうだ、正規1名おレフリー泣かせの試合であります。さあ相川が優勢であったように私の方からは見えましたけども、レフリーの判断はいかに。さあ上島レフリーストラップ、ストラップという判定であります。さあどうなんだ、相川か上島によって一言二言。さあストレイトゴー、ノー、チャンピオン強かった。席一名でもね、相川選手もよう頑張りましたよ。この悔しさまでにね、一般でもね活躍する選手になっていただきたいと思います。おめでとう関選手、よう頑張った相川選手、おめでとう。スタイルもいいですね、足も長いです。沖縄中松対します、川崎、お大阪の意地を見せてやれ。加藤よっ、強い強い強いぞ、中松チャンピオン、おめでとう。さすが最強の DeNA 中松純一郎、レフトに続きライトでもチャンピオンの座をつかみ取りました、おめでとう。キロあげます。男の人でも100キロ上がらない人よくありますよ、本当に。さあ強いな強いな、ウィナー大森かおりチャンピオン、おめでとう。強かった。いやね、決してね、本当西川選手もね本当強いんですよ、本当に強いんです。でもその上を行きました、本当に大森かおり選手さすがでございます、おめでとうございました。とドヤ顔対体重ほどに似てますからね、背格好も似ております、この小松対佐藤であります。レフリーは川原であります。さあどうだ、川原レフリーによって小松 VS 佐藤。ストラップ、ちょうどね本当に中央で離れたよ。今度ねこうマスクしてますとね、顔の表情っていうのを伺い知ることできないんですけど、もう顔はきっとドヤ顔ですよ小松。さあどうだ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 、佐藤さあエルボーに気をつけて、耐える小松、中央まで押し戻してきたのか小松、佐藤ワンファル、おっと攻めたように見えましたけども、レフリーよく見ております、ワンパーになります。我慢のレフリー、さあ佐藤選手攻めてましたけどね、完全に優勢状態は佐藤の方がやや優勢なのかなというふうに見えます。さあ止まったのか、これは小松の位置なのか佐藤の位置なのか、ゴールだ、よっしゃよっしゃと聞こえます。最後にはドヤドヤになるんでしょう、どうだ、佐藤がゆったり受け止めているのか。さあどうだ、さあい
いい試合だ。背格好、本当ね、体重70キロ以下は背格好、腕の太さ、似通っております。あとはもう気持ちの問題。勝ちたいやつがチャンピオンになるんでしょう。さあどうなんだ。気を緩めたらダメ。最後までやり抜く。止める止める小松、止める小松、攻める佐藤。もうパンパンですよこれね。本当に肘から上パンパンの疲労ですよ。さあどうだ。おお、際どいところで止めました。素晴らしい小松、すごい根性。これぞアームレスリングの醍醐味、諦めない気持ち。この佐藤浩直選手はこの大会のドクターでもあります。今大会のドクターでもあります。この佐藤、おー、チャンピオン佐藤勝ちました。いやいやいや、もうこんなね、本当に頑張ってくれる40代の素敵な、まだまだ親父じゃないね、小親父の年代のお二人ですけどね、素晴らしい、おめでとう佐藤選手チャンピオン。ドヤ顔でけへんけどね、胸張ってね、ここまで来たら胸張ってドヤ顔したってよ、小松選手おめでとう。レッドブル、レッドブルのネックの T シャツ、まあポロシャツやね、ポロシャツ着ております。さあ、まあ山真っ白の T シャツ、ガンウィナー勝ちチャンピオン。いや強かった。でもね、前山選手もよく頑張りましたよ、本当にね。いや素晴らしい、皆さん拍手お願いします。勝美選手が一番上でした。勝美選手しっかり握れよ。さあどうなんだ、逆転することができるのか。鎌田、さあ根性根性、高橋が右もスタートスタート走ってしまうのか。燃やせエブリガオノ、さあどうなんだ、止まっているのか。どうなんだ、おお、すごい鎌田、すごい小畑がし、さあ今止まって鎌田止めている、気につけよ、すごい角度で止まっています。鎌田選手、落ち着け落ち着け、お互いに肘気をつけてね、肘動かないようにね、肘、うわ、相手のが来るよ、相手が来るよ、前に行くよ、前そう、ウィナーチャンピオン小松隆史、テキサーチャンピオン、おめでとう。いやいや、鎌田選手、鎌田選手よく頑張ってくれました。小松隆史、試合一番、いや本当にありがとう、皆さんありがとうございます。谷選手 VS 田村選手、田村選手はね、本当にこう静かなイメージありますけどね、もう彼の筋肉半端ないね、すごい力、腱と筋肉のバランスが素晴らしい、そして折れないハートも素晴らしい。でも大谷幸義も強いよ。さあどうだ、さあどう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 、大谷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 、おっと田村ここでワンファールであります。大谷、さあ大谷が勢いついていくんでしょうか。今のでコツをつかんだのか、大谷幸義であります。すごいバイクに乗っております。さあ田村修正してくるんでしょうか。田村、梶田レフリー、
こだ、お前に。おいら強いぞ強いぞ、公安剛一、田村剛一、チャンピオンおめでとう。いや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 、もう田村さん素晴らしいね。いや大谷さんもね、もうよく頑張ってます。いやでも田村さんね、本当ね、もう見る感じでね、そんなこうガーッと出てくるような親子揃って日本のトップ選手としてご活躍いただいております。さあ吉田久美子、小野さんのために頑張ることができるのか、レフリー関谷。よっしゃ、はっ、声出していけ久美子。エルワットですね。藤本選手、レフリー、まあ、あのちょっとこう肘が浮いたエルボーアップということでございます。いいぞ、お互いエルボーアップ、バン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 、こいだせこい。ケンシロウ関谷がこいだせないよ、見ておりましたね。さすがです、北斗百裂拳であります。ケンシロウ関谷がいろんな角度で見ておりました。国彦こい、集中しております。さあ吉田邦彦、集中、強いわ強いわ、いいね、藤本真のチャンピオン、おめでとう。素晴らしい、50歳以上藤本真の圧勝であります。でもね、吉田邦彦選手よう頑張りました。小野さんも納得してくれるで、おめでとう、藤本さん。すごい厚み、厚ダサイ選手、伊吹選手、50歳以上ライトハンド、伊吹はレフトの伊吹とは言えません。ライトも強いんやでというところを見せたいと思います。さあダサイさん、宮城ワンワニワンワニ、レフリーは船木であります。ストラップ、お互い上を取りました。ストラップであります。右レフトの伊吹とは言わせないぜ。いやいや、ダサイ選手、安脇どうすんな、安脇がダサイだ。さあどうだ、強い強いぞ、チャンピオン、ダサイ正木チャンピオン、おめでとう。いや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 、50代とは思えないパワー&スピード、すなわち瞬発力、素晴らしい、ダサイさんおめでとう。まだまだこれから花を咲かすぜ加藤、いてこがしたので福島、頑張りましょう。レフリー上島、強いぞ強いぞ、福島チャンピオン、福島チャンピオンであります、おめでとうございます。素晴らしい、皆さん拍手。富澤選手に瞬殺されました。私当時まだ23歳4歳でございました。富澤選手、懐かしい選手でございます。広いけ、素晴らしい、国沢さんです。そして60代かまるとに宮崎さん、国沢、国沢選手 VS 宮崎博之、こんな力強い60代怖ないですか。ウィナー、スーパーウィナー、宮崎選手チャンピオン。いや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 、ね、いやでもね、国沢選手本当に、ご活躍ありがとうございました。僕の本当にね、あの国沢選手は、あの僕が20代の前半の頃に全日本でやっていただいて、あの一瞬殺されました。宮崎さん、宮崎さん、ウィナーです、
本当に久我山さんも、往年の素晴らしい選手でございますなと思ってしまいます。私さあ村竹選手 VS 山内豊則であります。いや山内選手もね、YouTube とかインターネットで見たことのある私の憧れの選手でございます。本当に頑張っていただいております。年齢を感じさせません。対します村竹選手85歳ですよ。本当にありえないですよ。85歳まだ若いんやね。85歳ってそう思わせてくれますね。村竹義明であります。さあどうだ山内か村竹か。さあどうなんだ。最後の試合だ。全日本ジュニア&マスターズ最後の試合。大取りエルボアップワンファール。山内豊よりエルボーアップワンパーであります。出します村竹義明。おっと素晴らしい葉っぱをかけました山内。さあどうだ。村竹もあいいどうだ。どうしてみようなと。素晴らしい気合い一番素晴らしい。おっとこれが山内豊則だ。70歳以上のおっとおとしてみよう。いよいよ村竹チャンピオン村竹義明チャンピオンであります。いやでもね山内選手もね85歳ですよ。こんな人います。いやどう見てもねまだね僕らは小学校の時の校長先生より若いんでまだ50代後半ぐらいですよ。でもそのレベルでございます。いやいや本当に素晴らしい。まだ、ね、いやいやありがとうございましたね。元気でね頑張ればね何でもできることを証明していただきました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。